後藤正文は日本のミュージシャン、ボーカリスト、ギタリスト、作詞家、作曲家、コラムニストであり、AGI カンフージェネレーションのボーカル、ギター担当。ゴッチ名義でも活動し、数枚のアルバムをリリースしている。1976年12月2日に静岡県島田市に生まれる。静岡県立島田高等学校では野球部に入っていたが、レギュラーにはなれなかった。 高校卒業後、1年間東京都立川市で、浪人生活を送った後、関東学院大学経済学部に進学。在学中の1996年に、AGI カンフージェネレーションを音楽サークル内で結成。大学卒業後は、小さな出版社の営業として働いており、この時の経験から、裏方の気持ちがわかると語っている。 2003年エイジュアンカンフージェネレーションのメンバーとしてメジャーデビュー。2011年の東日本大震災の際にはソロでチャリティ活動を積極的に行っており、主にライブ会場で募った通称骨産基金をもとに現地のニーズに合わせた物品を購入し、被災地へと送る活動を実施した。また同年にはザ・フューチャー・タイムズという主にインタビュー記事で構成される。 未来について考える新聞を自費発行。同年配信限定リリースした初のソロ音源、ロストの売り上げは同志の運営資金とした。2013年頃より、ザ・タイマーズを模した覆面バンド、エセ・タイマーズの一員も務めている。2014年の、キャン、TBE、フォーエバー・ヤング以降、ゴッチ名義で複数のソロアルバムをリリースしており、ライブ活動も行っている。 朝日新聞やロッキンオンジャパンなどでコラムニストとしての活動も行っており複数の書籍が刊行されている AGI カンフージェネレーションでの活動については AGI カンフージェネレーションの概要や来歴の節を参照デビュー以前の各時期に影響を受けた音楽については本校の影響を受けたアーティストなどの節をアルバムやライブの履歴については 本校の作品及びライブの節を参照。後藤はソロ活動について音楽が誰でも発信できるようになってきて、一方で技術がコンピューターに置き換わり誰でもいい仕事が増えているが、その危機感から誰でも良くない、この人でないとできないことを追求したと述べている。影響を受けたアーティストなど小学生の頃はサザンオールスターズ、井上陽水、マイケル・ジャクソンなどを カーステレオで聞いていた。特にサザンオールスターズは両親が大ファンであったため印象に残っており、鎌倉は当時もかっこいいと思っていたが、2020年現在に聞いても凝ったサウンドデザインだと感じると語っている。また、ジャニーズのアイドルも好きであったという。自分で初めて買った CD はザ・ブルーハーツの青空である。バンドへの興味という点では、 中学生の頃聴いていたユニコーンの影響が大きかったという。高校時代はパンクやオールディーズなどの洋楽も聴き始めている。その後、浪人時代にオアシス、ベック、ティーンエイジファンクラブなど系統し、リーフ、フーファイターズなどのライブにも足を運んだという。特に曲作りにはオアシスのノエル・ギャラガーの影響が大きく、当時は作詞モノエルを真似ていたという。 大学卒業前の時期には、イースタンユース、ナンバーガール、サニーデイサービスなどの影響を受けて、日本語での作詞を始めている。その他好きなアーティストは、ウィーザー、ティーンエイジファンクラブ、レディオヘッド、G、ミッシェルガンエレファントなど。また、信仰の深い細火武士の大ファンであり、インタビューなどで細イによる楽曲を高く評価している。 2007年9月22日付のエイジアンカンフー、ジェネレーションの公式サイト上の日記において、デビュー頃のインタビューで友人のことを話して傷つけてしまったことを後悔しており、職業が落好奇心にさらされることは当然かもしれないが、生活があるので、プライベートについてはノーコメントを貫きたい、そっとしておいてほしい、という胸のコメントを発表している。ありがとうございます。